謎久保武房さん、急に超覚醒しすぎでは？わらわらわら。開幕当初はシルバの手足みたいな突撃のがむしゃら若手鉄砲玉だったのが、シーズン中盤で徐々にシルバに調教されてシルバの模造コピー品になり、脱力と俯瞰を手にして突然の5月超覚醒。シルバにスピード落としたら必ずスペースがあると言われたらしいよね。ただそれをものにするのが早すぎて唖然とするわ。わら、あえて言うとヘディングによるゴールがないことだな。高さがないのが弱点といえば弱点。久保くんってうまいチームだと輝きが増すタイプなんですかね。弱いチームを強くするより強いチームをさらに強くする感じがする。ワールドカップ後20試合 7G2A2PK 獲得 8MOM 獲得。なんじゃこいつドン引き。まさに覚醒やね。しかし今季中にここまでの選手になるとは。わら、もう普通にリーガを代表する選手の一人。カタールで久保の体内に入った謎のウイルスが彼を超人に変えてしまった。カットインから軽く蹴ってるのに芯捉えてえぐい弾道になるの。メッシ感すごい。自分のリズムでスピード出すぎないように相手の出方を見ながら余裕を持って決めれた言ってるからほんとすげえよな。わら、シルバのギアを上げすぎるな。スペースはそこにあるという金言を応用してるよな。スピードアップするところとしないところの判断力がめっちゃ上がってるよな。前はとにかくシャカシャカ動いてたけど今はとても落ち着いてる。なんでもないボールタッチミスとかがかなり減ったと思う。ニーチェ、自分に打ち勝つことが最も偉大な勝利である。プラトン、一番小さなことでも満足できる人が一番裕福である。ダビド・シルバ、スピードを落とせ。そこにはスペースがある。